Everybody say. 塩化ビニール。ほら。重複。塩化ビニール。あれそういうなんかありませんでしたっけ昔なんか言っても何言ってんだか。あれね。スネークマッション。塩化ビニール。塩化ビニール。僕そんなに相手しないですよ。ね、師匠師匠って言ってくれるって言われ本当に完全に先輩なんですけど、師匠っていうのは多分見た目だけの問題で、ね、今日はそうや今日は雨降らんでよかったね。あ、降ったわ。あ、降られなかったの。あ、そう、僕降られなかったんですよ。うん、持ってる持ってる。うん。喉に近づく。しかし立ち辛い世の中でございますが、僕がこういう空気出すと聞いてもらえるんですけど、でもこれね、僕弾き語りの時どうもねできないんですよ、ああいう感じの。特になんでかっつったら、ほんまねバンドの時はさ、こう仲間がいるからと思ってやってるんだけど、今はそうやな、昔は敵ばっかりだって思ってたけど、こうお客さんが聞いてくれてるから何のこっちゃ分からなくなってきた。曲いつのタイミングで入るのかもう分からんですって。じゃあ、今年頭にリリースしましたソロのアルバムがありまして、それの中のヒットチューンの一曲。ヒットチューン。地獄っていう曲聴いてください。あなたもいない世界なんてなんて未来がないのでしょう。あなたもいない世界のこと、僕は地獄と呼ぶ。あなたもいない世界なんてなんてつまらないのでしょう。あなたもいない世界のこと、僕は地獄と呼ぶ。なんて
地獄でした。